サライコウタイゼンヤ公園ですでした。で、珍しくね、公演終わりにあの配信ができるので、今日5時開演だったのでね、なのでちょっと配信をしようということで始めました。はい、こんにちは、どうも。はい、さっきは世代交代全公演ありがとうございました。はい、なんかさ、最近は1回公演が多くてあれやけど、お疲れ様、ありがとうございました。はい、そうね、今日はちょっと5時開演で早く終わったので、急いでね、練習場の方に来てやりました。こう劇場も帰らないといけなかったので、あ、そう、ドラマル部屋いつもの配信レッスン場での配信部屋ですね。今日は久しぶりの、と、前回出たのが4月20やから、何日ぶりや、30までやんな、10日、16日、だから約2週間ぶりの公演でした。公演どうだった？これ楽しかったね、久しぶり。なんかさ、その久しぶりの公演やったし、5時開演が初めてだったんですよ。なんかすごい不思議な感じでした。昼、あの土日、ん？祝日か、休日か、祝日か、一応祝日で休みの日やのに1回公演で、しかもなんかめちゃくちゃ今日終わるのが早かったじゃないですか。それがすごく違和感すごいなんか不思議な感覚でしたね。まだこんな時間なんやっていう。で、次出てるやんな、もう世代交代メンバー、そう、7時前に終わって、もういつもならこの時間まだやってるのにっていう時間だったから、びっくりびっくり。出てるよね、メンバー。そう、まあ来週も出るんですけど、まあ、に関してたよ、今日の公演迫力がめっちゃすごかった、みちゃんの表情めっちゃ良かった。ありがとうございます、ありがとうございました。見送りしてるから、そうね、だから終わったのが6時半45分ぐらいかで、でも反省会もね、すぐ終わってしまったけど、この来週は久しぶりのね、2回公演だから、網は今日が16、21日ぶりかな、そんなことないですね、22日ぶりかなあと20、あ、そうね、22日ぶりのヒルール公演です。なんか3週間ぶりのヒルール公演、怖い、体力とかね、ちょっとつけとかないと来週までに。ごまめまきの生態さんと動画最高でした。あれも頑張って編集しましたよ、私が動画を撮ってね。でもおもちゃ買ってもだいたいすぐなんか自分でなんか探し出して遊んで壊すのから、もう絶対に見つけられない、絶対に取り出せない場所に置いて今保存してます。
はい、あの生誕祭の動画はルームスの方に、ルームスのね彩り実らせたいの方にアップしたのでぜひ見てください。長崎に来てくれてありがとうがなきゃなきゃだ。本当に嬉しいね、本当に。もうそれ、今日やっと公園であゆみちゃん見えた。パジャマ、パジャマやったんパジャマ、それはびっくり。体力持つかなね、毎日10キロ走って、それはやっぱもう一生分の体力つきそう。あ、マザーヤマツ、そう、まあまあマツパはね、だいたい2、3ヶ月かな持つって言ってた気がする。今日めっちゃ上がってるね。いや今日はマツパしてるプラスちょっとだけビューラーをしたからめちゃくちゃ上がってます。根元からもうビンって。いやマツパジャマの人パジャマの人飲んでます。打ち上げですか、ゴールデンウィーク最終日は、最終日なんでね、まだまだ楽しみましょう。もう12時まで最終、もう今日が終わるまで楽しみましょう、ギリギリまで。公園ありがとう。今キヨさんで晩ご飯してきた、お腹いっぱい。あゆみもラーメン食べたい、チーズチャーハン食べたくなってきた。生き生きとした目、生き生き。目がパッチリしてるね。久しぶりの公演楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。公演めちゃ良かったよ。ありがとうございます。これから銭湯に行く。おお、いいじゃないですか。もうゆったりしてきてください。今日は島からですが、あ、タレでした。見つけました。見つけましたね。島から。ありがとうございます。え、あのさ、なんか公演中に入ってきはった人たち、そのなんか暗すぎて分からんかったけどさ、どっちがや、島じゃない方だから下手、上手か、上手側、客席から見て右手側にさいたさ方々って誰でしたね誰でしたか。あゆみが暗くて見えなかったのよ。最近の被り物、あ、パジャマかあ、パジャマじゃないわ、間違えた、あ、なんかパジャマ着て、最近の被りの人ですね。ありがとうございます。ほえまりたこ焼き食べました、いいな。わなかですか、いいですね。外国の方ね、あの誰やったっけ、あれやろ、海のアベンジャーズのさ映画の人、ツイッターは誰かが見せてもくれてんけど、なんかこの人といたらしいよみたいな、その人、それは知ってるねんけど誰やったっけな。なんか海の人海の人やった、それは覚えて、それは分かって。海外の方やった、レンゲの生誕祭ぐらいからカモネギのソロダンスのところコールね、今日めっちゃでかくとびっくりした。そういつも結構コールしてくださってるんですけど、今日はめちゃくちゃバーンってなった。赤ポンさん、美咲さん、坂田さん、お、ダブル美咲さんが連れて、あ、連れてきた
案内ですかね、海のアクアマン、アクアマンやったっけ、そうアクアマンみたいな名前、そう海の生き物のアベンジャーズアベンジャーズのこと言った。アミさんこんばんは、こんばんは。世界に見つかったジョイソーモモアっていうの初めて知った。ジョイソーモモアさん、アクアマンの人が来てはったみたい。みさきさんは赤ポン笹方さんが外国の方と接触したって FS、 あ、そうなんや、あ、YouTube のなんかかな、わからない。ももちゃん、ももちゃん指やばいももちゃん指すごいかわいい。ちょっとみさちゃす、みさちゃす、どっちや、みさきさん、さ、あの、吉野みさきさんかかな、多分外国の方連れてきたらしいです。ちょっと待ってね、ちょっとなんか時間があれや。もう朝インスタのフォロワー1700、すごっ、そんな、そんな方が、そんなすごい方が来てくださってたん。私は島関やったからまた来てなかったね。島関やったね今日。英語堪能な方ももあたん、ももあたん呼び、なんかすごいみんなあだ名で呼んでるみさきが劇場前で一緒に写真撮って、あ、そう、そのやつを、その写真を見せて、誰かが見せてくれた。え、待って、今何分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 、めっちゃ爪ピカピカバレた。そうね、今日近かったもんね、ミトちゃん、めっちゃびっくりびっくり。いつも遠目が多かったから、お見送りの時は多分いなかった。もうそう、待って、今何分、50、あ、誕生日ます、誕生日ます、やばい、びっくりびっくり、早い早い。どこや、よし行きます。13位佐藤くんさん、ありがとうございます。12位ガチの釣り師さん、ありがとうございます。11位、待って、アリン、アリン、あ、よ、あん、よ、あ、合ってる、アリンさん、ありがとうございます。あ、あの、阿部の兄、キリンのリンの方、ありがとうございます。10位、ヤシッチさん、ありがとうございます。9位、高政さん、ありがとうございます。8位、ロドリゲスさん、ありがとうございます。7位、ケンちゃん、ありがとうございます。6位、カキヒクさん、ありがとうございます。5位、ヒデさん、ありがとうございます。4位、トミーさん、ありがとうございます。3位、さすらいの旅人マー君さん、ありがとうございます。2位、なつきちゃん、ありがとうございます。そして1位は柳さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日は、あ、そう、今日はね、ちょっと朝配信で少しハプニングがあったんですけど、充電が切れててね、しばらく切れてたんですけど、あの、すいませんね、本当にごめんなさい充電が切れちゃってました。ゆっくり休んでね、ね、明日から4連学校です、また4学校ね、なんか10連休明けの方とかもいはるかもしれないけど、頑張ってください、私も頑張ります。そう、4連休して、あ、間違った、4連休したらダメ、4連学校して2日休んで5連学校、待って、テスト、今僕は明日もまだ休み、いいなちょっとはめるかも、最悪、嫌なんだけど、みんなスクショ撮ってないよね、載せないでね。あみちゃん、今日の公演東京から見に来て嬉しかった、楽しかった、ありがとうございます。またぜひ来てください、明日から仕事です、ですね。4連学校頑張、皆さんも4連勤頑張ってください。休みの方もいはるかもしれないけど、土日仕事です、あ、確かに、頑張ってください。55分ってことあと5分ぐらいか、だから配信だからあと2、3分かな、もしかしたら。何分ですかね、今日はゆっくり休みます、テスト勉強頑張る頑張る、
また明日の配信、そう、また明日の7時からの配信でよろしくお願いします。7ね、7、ちょっと片手やから今あれけど、今朝のテンナのメイク配信見て、あ、お前ちょっと参考にしないと、ギャルメイク、ギャルメイク参考にしますね。57分、あと3分ある、まだいける、まだ義務教育、義務教育やって、義務教育、そう、テストってすぐやってくるよね。ね、だってさ、中間終わったらまた1ヶ月後にさ、あっという間に期末、もうやだ頭パンクしちゃう。ちゃんと充電して寝ます、寝ますばっか最近朝起きれない、頑張って、網の通知で起きてください。私俺もカップラーメン作れるな、食べられへんけど今日はちゃんとね、義務教育頑張り、義務ちゃん間違えた、麦教育頑張る、麦教育頑張る、テスト勉強してるよ、ちょくちょく。なんかテスト勉強は、テスト勉強、課題をしつつテスト勉強してる。夏休みも来る、夏休み夏休みは楽しみ、動画ちゃんの誕生日期末終わった夏休み、そう、でも宿題が多いで、夏休みって飽きるよね長すぎて、なんか冬休みぐらいが一番ちょうどいいかもしれん。なんか夏休みはあんなに長くせんくていいから、秋休みちょうだいってなる。なんか夏休みは長すぎると逆に友達と会えるのがなんか恋しくなる明日仕事、明日から仕事頑張って。そう、夏休み中、いや夏休み前やな、でも365日は多分。あみちゃんの学校宿題少ない、なんかあみたちの学校は普段宿題少ないけど、休み期間、休み期間長期休みめっちゃ多い。長期休み、春休み、夏、春、夏冬か、夏冬休みの宿題がすごく多い。冬休みもこんなんで終わらないよってなっちゃう。ではちょっともうすぐ終わるから、ありがとうございました。明日は7時からです、よろしくお願いします。バイバイ、今日は声もありがとうございました。バイバイ。結構時間あるね。